このの番組は、痛み解放院グランツの石川がお届けします。あなたはいつまでその場その場限りの治療に大切な時間やお金を使うのですかどんな治療ではなくどこを治療するかで痛みが出ない体になることを ご存知ですか痛みを取り除き笑顔を生み出す痛み解放院グランツの石川にまずはご相談もしくはお問い合わせください正しい知識と新たな選択肢にてご自身で体をコントロールし予防もできる体へと導いていきますお問い合わせは090-6773-9200 ゼロ九ゼロ六七七三九二ゼロゼロ手術中は電話に出れませんが必ず折り返しますので変える瞬間の決断をしてくださいこの番組は FM ギノワン FM 小座の二曲同時放送にてお伝えしていきます改めましてリスナーの皆さんこんにちは今日はね本当に久しぶりに生で 撮らせてていいただいてます毎回、ちょっとボイスレコーダーで撮ってたのでね、ちょっと久々の緊張してますけども、ちょっとおかげさまでね、ちょっともう予約がもういっぱいいっぱいになってまして、前回のラジオでもあのお伝えしたように、もう今、ちょっともうキャンセル待ちならぬ、卒業生待ちっていう状況になっています、本当にね、もうありがたいことですが、でも、悲しい現実でもありますね、本当にできれば、もう一人でも多く、その都度その都度見ていきたいんですけども、 やっぱり私一人っていうことで限界がありましてどうしてもねあのそうやって待っていただくっていう形になってるので早急にね何らかしらの対策を立てねばいけないと思っておりますはいえー、っと今日はねちょっと最近ちょっと利用者さんからもいただいた声ですとか卒業した方からの声とかで一番多かった点 でやっぱりこれは皆さんに、ね、早急にお伝えしなければいけないと思ったことをちょっとお伝えしていこうと思っております、えっとね、何度もお伝えしていますが私は,あのこ,れはこれだけは本当に履き,違いで履き違えないでいただきたいのが西洋医学を否定しているわけでもお医者さんを否定しているわけでも病院が間違ってるとでも言っているわけではありません見逃していた領域見なくてもよかったとっいう状況ですね。 そういう病気に特化時代だったがためにまた日本の医療っていうものが診断をつけないと次の患者さんに回せないそういう現状ですねそれ,がそれがためにあの選択肢が限られてしまっているそれに対しての継承っていうことをあのお伝えさせていただいてますですのでこのこの度の私の提供している施術の対象者 そううじゃない人ってい人とこも前もお伝えしましたけどもあのまた繰り返しますがあの休んだり温めたりしたら症状が軽くなる場合たとえ診断を受けていたとしてもあなたのそれは病気じゃない可能性が極めて高いですでもそれはしっかりとあなたの体に向き合ってあなたの状況をはっきり見ないことにはもちろん100%断言はできません。 ですが今までの経験からしてあのこれだけははっきり言えることはあのいたあの休んだり、ね、温めたりしても全然変わらない全く痛みもしびれももしくは重だるさも何をやっても変わらないという状況であれば私のこの度のあのお力っていうか技術は提供できませんし何のお力にもなりません。 ですが休んだり温めたりしたらもしくはもう痛み止めを飲んでちょっと落ち着くんだけども痛み止めを飲まなくてもちょっと我慢したり深呼吸したりもうしょっちゅう痛み止めを飲みたくないからってあのや温めたりっていう感じで何らかしらの休むっていう行為,行為を取った場合に症状が少しでも変化が起これば、これは確実に病気ではないとは言えます。だから先ほども実は問い合わせがありまして、痛風、 いいう方がいらっっしゃったんですけども痛、まあね、風の程度、ですねその場所が腫れたことがあるのかとかあの血中濃度とかあとあ CRP という炎症反応があったかどうかとかその人の起用歴とかももちろんしっかり聞かないことには100%は言えませんという前提でお伝えしましたがほとんどの方がですねお水の取り方が間違っている飲んでるって言っても全然吸収されていないそして呼吸ですね。 人間が生きていく上で最低限必要なお水と呼吸これは私の独自のメソッドです藤井先生からあの教わったのは技術とか経営学とかそういったものでして私は看護師もしててあとはあの運動生理学のインストラクターもしたことでつながったこれはあの結果ではありますですのでその方も実はもうねこの方に関しては11月ぐらいにしかちょっと受け付けられないってことで,でしたらねこの数分の症状ですとか 変化できるのであれば変化にちょっと影響がしてくれる影響するであろうこのお水と呼吸の取り方を電話でお伝えしましたそれだけでも随分変わりますだから皆さんよくお水飲むよって言ってますがガブガブ飲んでませんかお水をねあの,のな流し込んでませんか要はもうこんな感じでね、まあ、動画見てる人は分かると思いますがもうごくんごくんごくんって飲んでませんか もうそういう飲み方は腎臓を痛めてすべてあの尿としておしっことして排泄されて全く吸収されていませんそしてまた少しずつ飲んでるっていう人はあのね少しずつちびちび飲んでるよそんなごくごく飲まないよっていう人は深呼吸はどのように行ってますか鼻から吸って鼻から吐いてませんか口から吸って口から吐いてませんかもしくは鼻と口から吸って鼻と口から吐いてませんか それはは深呼吸ででありませんこの技術現実ですね本当にね人間生きていくために必要なお金もかからないすぐできるお水と呼吸で最,近、ね、最近で言えばまた繰り返しているか,かもしれませんが山口県の2歳の男の子ですね2日間あの食,べ食べ物も飲み物もなかった状況なのにお水を飲んでて助かりましたよね。 だから人間生きていくうちで水さえ飲めれば助かる。だけどよくよく考えてください。水は飲まなくても死にません。なぜなら呼吸しているから。呼吸しなくなったら人間どういう状況であれ死にます。これだけはもっと変えられようがないそういう生き物です。だからどれだけお水と呼吸が大事かってことも私はお伝えしてます。それだけでも十分予防できるんですね。そういったトータル的なケアを私は施してます。 これを言ったらいろいろ話が膨らんでいくしこの限られた時間でお伝えするにはもったいないのでまた別の視点でいきますけどももう1つ、ね、この度伝えなきゃいけないと思ったのはあの自律神経症状です頭痛、めまい、耳鳴りそういったものですね。あの本当に、ね、あのこればかりは何らかしらの,あの過去に起こった病気内科疾患ですとか神経的な病気 手術をしたとか、ね、脳梗塞や心筋梗塞を起こしたことによって起こっている症状であれば全く別物ですけどももともともしくは何らかしらの肩こりとか今までの体の痛みとかそういった不具合もしくはストレスとかで昔からあった症状でたまにきつくなる強くなるという頭痛とかめまいとか耳鳴りとかですね 最近、ちょっとね、利用者様から聞いてどうなんですかって言われたのがこういった症状に対してすぐに MRI の検査を取るだとかあの薬を飲まないと聞こえなくなるっていう不安を煽っているようなラジオとか,なんかテレビでやってたんですが先生、どうなんですかねって相談されたんですよ。だからこれもね、また一概にね、いや違いますよとももちろん言えないんですね、その人の器用がわからないので。 だから先ほど言ったみたいに手術をしたことによって起こった症状もしくはもうあの突然起こった症状要は回転性のめまいで急に起こってしまったもしくはもう吐といって吐くぐらいのめまい頭痛そういった場合は全く別,別物ですよ、もちろん早急に病院に行って検査しなきゃいけませんこれはもう急性期と言いますだから前回お伝えしたように急性期は私の,この手術は対象外です。 慢性期の方しかこれは対象できません。だから最近ちょっとね体調がおかしいとか痛みが出てきたしびれが出てきたっていう方でもしくは重だるさが出てきたけども病院に一度も行ったことがなくてその症状をずっと引きずってるっていう場合の人も対象外ですなぜなら見えないです見えないですから手だけしか使いませんからしっかり病院に行ったにもかかわらず原因がわからないもしくは薬を飲んでも手術しても治らないっていうこういった慢性的な症状ですね 私は神様でも超能力者でもありませんのでそういったことはやっぱりしっかりと責任を持ってぬか喜びさせずに向き合っていかなければいけませんのでそういう生半端な答えはできませんだから本当にね前々から起こってた症状でたまに強くなるそれに心当たりがあるストレスがあったとか寝不足だったとか何らかしらの,あの積み重ねですね要は慢性的に来てる症状であれば必ずしもこのあの MRI ですとか、ね、薬を飲まなければいけないですとか、まあこのま、私はまた劇で本当に、ね、そういったところがあったのかどうかちょっと定かではないんですが利用者さんから結構聞いたものですから今その場を借りてこの場を借りてお伝えするんですがそんなふうに、ね、ちょっと不安を煽って検査しないと聞こえなくなるとかひどくなってちょっと脳に障害が出てしまうっていうふうになんか煽ってる放送があったって聞いたけどどうなんですかねってありますが。 これもね、皆さん、専門用語になりますが、お伝えしますけど,けども、この呼吸、先ほど言った呼吸、これは専門用語っていうか、ね、病院医療的なところでは、二次呼吸って言われているのをご存知ですか二次呼吸なんですよあの。要は二次呼吸、一次呼吸ではなくて二次呼吸。なぜ二次呼吸か、一次呼吸がその前にあるんですね。その違いは何かというと、お腹の中にいる、体内、体盤、体盤の中にいる、あの 要するに生まれる前までの成長過程の時からすでに行っている呼吸があるんですねそれを見落としているそれもこの京都の藤井先生はこの度のこのファスシアリリースですね筋膜のゆ歪みとか不着あの、えっと、滑走性が悪くなったことによってあのかあの痛みが出てるしびれが出てる重だるさが出てるっていう症状が出てたっていうこの結果ですねそれにも一番関わっているもの一次呼吸とは髄液です 脳脊髄液ですこれは人間おなかの中に命を宿った時から始まっていますだから一時呼吸なんですねそして生まれた時におぎゃーって言って呼吸が始まるから二次呼吸なんですよそれも聞かされてませんよねそれは別に否定してるわけでもないですよそういうふうに言わなくてもよかったんですねレンントゲンを取ったり MRI とか検査をして病気のもとを見つけて先生が手術すれば治った西洋医学という時代が長かったからしかも筋肉筋膜を全く見ていなかった見なくてよかったから誰が悪いとかじゃないんですね見落としていただから皆さんあの私別に阿部さんをねあの肯定するわけではありませんけどもパラダイムシフトって言葉をご存知ですか 視点を変える、考え方を変える、そして先人がね、ずっと伝えてきた失敗は成功,のこ成功のもととかねあの、人間はいくらでもやり直せる、それを考えていただきたい。だから、誰が間違ってるとか、誰が悪いとかじゃないんですね、見落としていた、知らなかった、だったら知ればいい、それをお伝えしてます。だからお話がちょっと飛びましたけども 何が言いたいかと言いますと、この一次呼吸、髄液の流れ、これによって起こっているんですよ。めまいや頭痛や、えっと、なん言いました、耳鳴り、そういった自律神経症状ですね。また、あの動機も関係してきます。動機はまた、あの、この髄液だけではなくて、お水も関係してきますし。もちろんね、まあ、何らかしらの内科的病気、もしくは心臓の手術をした、そういった呼吸器疾患を持っている。そういったものが、もしあれば、もちろんそれも。 あの影響してきますよだから私のこの施術というのは初回は90分近く話をしっかりと聞いてあなたの体をしっかり分析していきますそしてご自身でも今この起こってることがどうして起こってるのかということを納得していただいた上で初めて施術に入っていきますそしてなぜこれ私治療と言わずに施術と言っているか。 それは治療という言葉は日本ではお医者様が使う言葉なんですね。診断をした上で行う行為を治療という。だから私たち一般のものが治療という言葉は使っちゃいけないという法に触れる可能性が高い。だから施術という聞き慣れない言葉。 だからよく電話とか問い合わせがあったときにえ手術って言うんですがいいやいやの、施術ですってとても言いにくいんですけどもね。治療って本来は言いたいんですがそれはお医者さんに特化した技術っていうか、まあ、国が認めている行為言動でもあるので控えさせてはいただいていますだからしっかりとそういったことも知ればこの,あの膨大な情報に振り回されることはないだから私は、ね、この技術を知ったときに真っ先に実は医療関係者に メールとか直接訪問してぜひとも体験していただきたいって回ったんですよだけどもね悲しいことにねあの拒否されましたそれがね最初からお伝えしているエビデンスという科学的根拠に基づいたデータ資料がないからですそれがもうねそれがね一番のネックです一番のこれはもう引っかかってるパ 場所ですだからこの藤井先生も何が正しいかは患者さんが分かっている利用者さんがわかるそして政治家も国民が決めるように何が大事か何が必要か何が一番いいのかっていうことは国民が決めるべきだっていうことで皆さんに提供してるんですね。だけどもやっぱりどうしてもお医者さんがこう言っちゃなんですが政治家とつながっています。 そしてお医者さんが長年西洋医学という歴史を刻んできたので一番説得力もありますし信頼できるいいうポジションにいますだからどうしてもねお医者様を納得させ,てさせないことには保険適用とかねあの今の医療,医療の状況に持っていけない。 だから今、この藤井先生は京都で日本疼痛リハビリテーション協会をはじめとするいろいろなね、最近ちょっと難しいんですが、日本大量協会だったかな、なんか都市療法なんとかとかもいろんな会社を立ち上げてます、そしてそこにあの整形外科の先生ですとか、ペインクリニックの先生を呼んでもしくは無料でこの自分たちの提供していることが何なのかを体験していただくっていう機会を設けて、エコーというものを使って、生中継で。 エビデンスっていうことであの科学的根拠に基づいたことを示して今、少しずつデータを取っていってます。そしてもうねあの学会とかでも発表しています、北海道で行われている日本整形外科学会だったかな、そこでも発表してこの技術をどん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 ん広めて今世界にも広がっていってます。オランダでも最近ね、ねオランダの政治家の方になんかインタビューを受けたってことで、あとアメリカの先生にもインタビューを受けたってことで世界にも進出しています。 それぐらいね、もう今ね、あのぜひとも皆さん、あの今、便利なネット社会ですので、YouTube で、日本疼痛リハビリテーション協会と調べてください。もう見切れないぐらい動画が上がってます。そして、この無料セミナーには、私もね、この動画を見て、この度の技術を知ったので、その動画であの、またセミナーですね、無料で行えるってこと技術を提供しできる、するっていうことで、行ってきたんですが、 このセミナーに参加される方の半数は自分の体に違和感痛み悩みを抱えている人がほとんどでした要はどこへ行っても治らない良くならないどうしたらいいんだっていう時にこの動画に出会ってもう自分で治すしかないって来ている人が多いんですねだからぜひとも調べていただきたいそしてその人たちはその技術を知って開業している人が多いです やっぱり自分,と自分と同じように苦しんでいる人を助けたい、自分のようにこんなに苦しんでも20年も30年もや,やりたい夢も諦めて高校の時からひどい人はで病院に行って手術をしまくってもよくならない、余計症状がひどくなった働けなくなったとっいう,もう本当に悲痛な叫びを抱えたあの現状を抱えた人たちが受けて実際に治ってそれを提供していることが本土では当たり前になっています。 沖縄がまだ、ね、ちょっとあの認知度が低いだから私はこの度ねあの医療的ケアの講師っていうあの資格を生かして初任者研修をちょっとお願いしたいっていうことで別の方からとありがたいことにねお話をいただいたので離島にそこに行くっていうことで機会が持たれたので宮古と石垣に行って今毎週水曜日宮古に日帰りで朝一番に行って最終便で帰ってきてっていうふうに広めてます。 それだけ素晴らしい技術ですだからこれはねぜひともね医療に入れるべき早急にそして今藤井先生もこの日本疼痛リハビリテーション協会でいろんな先生方にエコーを使ってエビデンスっていうデータをこの科学的根拠をねどんどんあの積んでいって近い将来整形内科を誕生させるべく活動しています。そして私も今ね あの現代進行形でいろんな方にねお医者様いませんか理学療法士いませんか病院の方こそがこの技術を知っていただいてもっとね病院に取り組めるように取り組んでいけるようにしていって誰でも受けられるような世の中にしていくそうすれば無駄なねんだけどもあの無駄な治療でいっちゃなんですけども本来、手術しなくてもいいものを手術するしか方法がないと思っている胃の中の買わず大会を知らずですね。 手術しなくてもいいんだということをいろんな選択肢を利用する方、患者様が知ることによって自分の体を知ることによって正しい選択をできるそして自分の体を知ることによって予防もコントロールもしていくことでこの今の、ね、悪循環ですね働く人が少ない介護される人が多い。だから働 介護しないといけないいいとけ親の介護をしないといけないということで仕事を辞めるなのに税金が上がるというこの悪循環これを断つべきこれは手段だと私は確信していますだからそういったことも改善させるためにこれは絶対一日も早く医療に保険に対応すべきだと思っていますだからこの,このようにラジオで私は配信してますし活動もしてますし離島にも行ってます だから一人一人がね今まで言葉は悪いですが他力本願だった先生に治してもらえる病院に行けば治る手術をすれば薬を飲めば治る治らないだったがための結果なんですねすべてはあなたが選択してきた結果なんですでも責めないでくださいそういう時代だったんですそれで良かったんです だからパラダイムシフトしていただきたい考えを改めていただきたい人間はい、いくつになってでもやり直せる年だから諦めることはないんですそしてもう80まで生きれればいいよね年だからいいよねって諦めないでいただきたい皆さん最近慰霊の日終わりましたよね私慰霊の日特集で話しましたよね死にたくないのに死ぬしかなかった人たちのおかげで今のこの裕福な 平和な世の中があるんですそれをそんな簡単に諦めて命の自分,を自分で命の寿命を縮めないでください生きたかったのに生き,なか生きれなかった方たちがいっぱいの摩文にから飛び込んだんですよあの地雷でね手の手榴弾で命を絶ったんですよそれを忘れないでいただきたい生かされてるんですよその人たちの命で 大事にしていただきたい。もう年取ったらね、涙腺はもう弱くなっても本当に嫌なんですけど、本当にね、皆さん、諦めないでいただきたい。人間そんなねやわじゃないですよ。素晴らしい体を持ってます。いくらでもやり直せます。だから、絶対に諦めないでください。すみませんね、熱くなってしまいました。あなたはいつまで その場限りの治療に大切な時間やお金を使うのですか。どんな治療ではなく、どこを治療するかで痛みの出ない体になることをご存知ですか。痛みの原因が分かれば予防もコントロールもできるという。新たな選択肢と正しい知識を知ってください。お問い合わせはゼロ九ゼロ六七七三九二ゼロゼロ。 「09067739200」「施術中は出れませんが必ず折り返しますので帰る瞬間の決断をしてください」<laughs>「またあの前回ね E パーク体リフレで」って言いましたがちょっとねあの 痛み解放院グランツで検索すると、いろんなね今ページが出てきて住所とかね、なんかメニューが全然違ってるのでびっくりしたので、ちょっとそれはちょっと控えていただきたいです。ぜひと,ぜひともねあの直接お電話いただくか、あの YouTube とかで動画でも上げてますので、あの過去の話も聞いていただければと思います。長くなりましたがお相手は痛み解放院グランツの石川でした。そしてこのあのエンディング。 そのエンディングですね、マ a n a ミッションのこの曲、これもただの BGM ではありません、メッセージです、ぜひとも聴いていただければと思います。